2022年4月、私がこれまでずっと大切にしてきた食をオンラインサロン湖畔の森の薬膳サロンというサービスとして皆様と共有させていただくことになりました。このサロンでは月1回のお料理レッスンやコミュニティ内での情報共有を通して薬膳の基本や季節の養生を学んでいただくことができます。私たちが口にするすべての食材にはそれぞれ異なる性質があり効能があり、目の前の食材への理解が深まることで今自分の体が必要とするものを選んだり、体と自然の声により耳を傾けることができるようになります。そして食材としていただく命と今日からまたつないでいく命が食べるという行為を通してつながっていくことで、自分がこの大地の、空の、海の、宇宙の一部であり、すべてと共にしている感覚になったりもします。壮大すぎるように聞こえるかもしれないけれど、それくらい命のパワーって本当にすごいと思っています。自分の感覚を少し開くだけで、食の体験はどんどん広がっていくのです。湖畔の森の薬膳サロンでは、薬膳の知識やレシピを伝えるだけではなく、私自身が見ている命の奥深さ、それを持ちつつ体験する食の面白さ、美味しさも少しずつ共有していけたらいいなと思っています。この日は春の養生薬膳メニューを4品作りました。春野菜の中華スープはちょっとしたコツで野菜の旨味を最大限に引き出すことで、塩と胡椒のシンプルな味付けだけでも深みのある美味しいスープになります。オンラインレッスンではそれぞれのご家庭からご参加いただけるので、調理器具によって少しずつ手順が変わったり、足りない材料があったら代用食材を伝えられたり、その場でアドバイスをしながら皆さんのペースで作っていただけます。出来上がったお料理も器や盛り付けでまた違った表情でそれを見せていただくのもとても楽しいです。サロンメンバーは随時募集しておりますので、ご興味のある方は概要欄のリンクより詳細をご覧ください。皆様と食を深める体験ができることを楽しみにしています。